おはようございます。今日は水曜日ですね。春休みのね、囲碁道場 結構いっぱい集まって毎日賑やかにやっています。今日は何の話をしようかなと思ったんですけど、あんまりさすがに毎日やってるとネタが なくなってきますよね。なんかニュースで 検索したら、毎日新聞が YouTube 囲碁将棋チャンネル、もともと YouTube のチャンネルはやっていたけれども、その囲碁将棋専用のサブチャンネルを作ったっていうのがあったんで、それをちょっと見てみたんですけど、でこれがそのページなんですけど、もう将棋ばっかり ですよね。これが今本当に僕らが真剣に向き合わなきゃいけない現実というか、人気がね、やっぱりね、大差なんですよね。将棋ってどうしてこんなに、だから、数が取れる、数字が取れるんで、こっちをやる。今ちょうど名人戦がね、藤井聡太さんが挑戦者になって、渡辺名人と対決ということで、このその前の王将戦でしたかね、羽生さんとのもすごい、注目度だったと思うんですけど、これはね、業界の中の人からすると、囲碁と将棋、別に囲碁のタイトル戦も本当にすごい顔ぶれで、別にその人の能力とか、人柄の魅力とか、全く負けてる気はしないんですけど、私が見るとね。だけど、こんなにも違う。全く10倍ぐらい違うんじゃないかな。もっとかな。数が取れないから、囲碁の方は、やらないっていうふうになってるんですよ。これがね、なんですかね。だから囲碁が好きで YouTube 見てる皆さんも、これはすごく感じてるんじゃないでしょうか。これも本当に、どういうところだよ、こういうとこだよ、みたいなのがあったら、ぜひ教えてほしいんですけど、僕らが努力を知っていかなければいけない。私のたちの世代がね、その努力を知って今いる素晴らしいスターが、いっぱい揃っているのをアピールするようなね、努力を。あんまり私もちょっとそういうのはね、能力ない、ないんですけど でも考えないといけないですよね この違いは。で、タイトル戦、最近は、タイトル戦の現場とかにも控え室っていうのがあるんですよね。で、昔だったら、なんだろう、書くんですよ。紙に向かって、原稿に向かって書いてる、記者さんが書いてるような風景だったのが、今みんなパソコンを持ち込んで、ずらーっとパソコンが並んで、みんながこうカタカタ書いてるような感じで、碁盤で解説、僕らが解説して、それを説明してっていうような感じですけど、YouTube をね、皆さん、各新聞社さんやるようになってきて、朝日新聞が最初にやってたのかな、囲碁将棋チャンネルってありますよね。で、朝日さん、やってる方々はよく知ってますけども、動画の配信もね、なかなか大変なんですよ。日本棋院の囲碁チャンネルもありますよね。で、それぞれ、機材をね、もう旅行カバンいっぱいに詰め込んでくるような感じで、動画配信の機材ですね。やっぱりその専用の技術いろいろ勉強して、それまで専門だった人ではないわけですから、やらなきゃいけないっていう感じで、やっぱりやるんでしょうね。で、毎日新聞もやれってことになったんでしょう。ただ、将棋の方は数が取れるけど、囲碁の方はどうなんだろう。囲碁の方もね、やっぱりやるなら頑張ってほしい。ぜひ、そうすると、囲碁を見る方にとっては、YouTube で見られるチャンネルというか番組、タイトル戦増えるかもしれませんね。どうなんだろうね。陰謀戦ですよね、毎日さんだと。例えばね、そうか、将棋だといろんなとこで見られるんですよね。アベマ TV に将棋のチャンネルってあるんですよね。M リーグ、麻雀もあって、将棋があって、囲碁はないわけです。これは入れてもらえない。やっぱ数字が取れないから。で、昔はニコニコチャンネル？ニコニコ動画でも囲碁、タイトル戦の囲碁中継やってたんですけど、最近全く見ないけど、見ないんで、ちょっと現状確認はできないんですけど、将棋さんやられてるかどうかちょっとわかんないんですけど、将棋の方がやっぱり2倍、大体2倍視聴者が多いんですよね。
そうすると将棋はやるけど囲碁はやらないよみたいになっちゃって、すごくそれは、かなり辛いことですよね。将棋はね、で、そうだし、ナンバーってこれ有名なスポーツのね、雑誌があって、これウェブ版はかなり無料で記事見られるんで、私は時々見るんですけど、これは野球とかね、サッカーとか、バスケットとか、まあ、テニスとかね、そのジャンルがいろいろ格闘技もありますし、モータースポーツもあって、その中に将棋入ってるんですよ、ここに。だからスポーツの選手たちのドラマを見たいっていう、まあ、ニュースだけではなくてね、その中のね、詳しいところを見て、なんか熱い思いとかね、そういうのがすごく記事が面白いんですけど、そこに将棋も入っていて、結構その、これはまた新しく出てきた若い強い棋士なんでしょうけど、なんだろう、こういう感じで、まあ、数字が取れる。これ書き手の方も有名な方ですね、北野さんって。これが囲碁では全く起きていないんですよ。これが面白いぐらい、本当に面白い。ここまで差がつくかっていう。本当に業界の形的にはすごく同じような、ゲーム性も、ゲームも似ているし、そのトーナメントのあり方、システムもすごく似ているんですけど、なんだろうな、この違い、本当に不思議なぐらい、まあ努力が足りないよって言われると思うんですけど、なんでしょうね。羽生善治さん以降なんじゃないかな、このだけの差がついたのは。羽生善治さんの人気がとにかくすごい。ダントツに強い、圧倒的な成績を上げる、プラス、本とかね、生き方の本、生き方について学べるような本を出す。それが40万部ぐらい売れたりとかするっていうことで、知名度がね、すごく高い。で、これは、どうだろう。藤井聡太さんもそれで、まあ、すごい、とんでもなく、まあ、将棋が強い天才だというだけではなくて、話す言葉も、知性を感じる。年齢、こんな、年齢でこんなに立派だ。すごい、みたいな、ことですよね。で、これは、結構負担でもある、選手としてはね、この、あんまり注目度が高くなって、取材が増えたりするのは、負担は大きいんですよね。これをやりながら勝ち続けるという、本当は、その、ね、囲碁でも中村すみれさんとか、多分相当頑張って取材を断ってると思うんですね。これは戦う、自分の本業、やりたいことに専念するためには、本当は、マイナスの行動というかね、それはすごく負担でもあるので、結構藤井さんも辛いと思いますよ、本当はね。でも業界のために頑張っているということで、なんだろう、これはでもその囲碁界もね、芝野さんとか一力さんとか前山裕太さん、他にもね、いっぱい優れた魅力的な棋士がいるんですけどね、決して負けてはいないし、囲碁は何しろ世界での戦い、中国との戦い、韓国との戦いってドラマ的要素も揃っているので、やっぱり見せ方なのかな、これは本当に、これが能力がある方に助けて力をね貸してもらえたらとか思いますよね。むしろ、まあそうそう、逆に言うと伸びしろしかない、囲碁界は伸びしろしかない、全然そのポテンシャルが秘めたまんまにずっとなってるんじゃないかな。ただゲーム性がね、ちょっと、両方、私も将棋指しますけど、将棋趣味で初段ぐらい指しますけど、なんだろう、見て分かりやすいっていうのは少しあるのかな。囲碁ってね、なんかすごく難しいって思われてるところがあるんですよね、イメージ的にね。いや、ちょっと、まあ、私にはとても無理ですみたいに見て意味がわかるかって言ったら、スポーツに比べたらそれはかなり、とっつきにくいのかな。
分かりやすいっていうね、分かりやすくないとダメな時代ですからね。ただ分かる人にとってはね、本当にこれはこの面白さ、どうやったら伝えられるのかな、本当に、という感じで、何も何も結論はないんですけど、新聞社さんね、タイトル戦を主催する新聞社さんがやはり、YouTube を頑張られている。 YouTube に変わる次のものもね、そろそろ出てくるはずですけど、今のところやっぱりこれが一番いいんですね。皆さんも囲碁ファンの方はね、やっと最近見るようになった人も多いんじゃないかな、 YouTube をね。これは便利だっていうことになって、タイトル戦がこれで見られるけども、これね、多分なかなかね、 YouTube の配信ってね、まあ収益には、いや将棋これぐらい数字出たらまあ分かんないですけど、下手するともう本当にマイナス赤字なんですよね。人件費とても出ないんで、日本金のチャンネルも大変だと思います、今の数字では。でもやることでお客さん、多くのお客さんを、まあ、喜ばせることはできますし、アピールにもできる、まあ、かなりコストをそこまでかけずに何千人何万人の方に見てもらえるっていうことで、いいツールですけども、まあ、マイナスになる、マイナスっていうかね、費用かけて配信をするということに近いんじゃないかな、現状は。将棋ぐらい、注目度上がってくるために何すればいいんですかね。だから将棋さんのやっている努力で囲碁がやってないこと、なんだろうな。で、渡辺名人のインタビューとかもね、私は時々見ますけど、やっぱ話がすごく面白い。で、囲碁の武士もみんなね、喋るのはうまいんですよ。だいたい私より囲碁が強い人は私より喋るのがうまい。だからその考えていることもハイレベルな上に喋れるのもうまいので、インタビュー決してね、内容では負けないものができるはずなんですけど、やはり知名度でまず知ってるって思わないと見ないですよね。知ってる、やっぱり名前を知ってる、知名度って大きい。顔を覚えてもらって、名前を覚えてもらうとちょっと見ようかなってなって、あ、この人やっぱり言うことすごいなってなると思うんですよね。囲碁の方もそういう風になってほしいけども、でも対局者に、トップ選手にあんまり負担は、かけたくないので、それはなんかうまくいいやり方、どうしたらいいのかなってみんな考えてて、打つ手がわからない状況ですかね、囲碁界は今。小林悟先生がね、理事長をやられていますけど、どうしたらいいのかっていつも考えてるとか思いますね。YouTube はね、劉志君九段、彼はね、自分でチャンネル見たことはないけど全然見ないんですけども、毎日やってんじゃないかな、彼はね。 YouTube は、私が最初にやった方だと思いますけど、その後ね、ハマった棋士ということで、リュウ君はそれで理事をやってるわけですよ。だから自分がやってるから YouTube のことは詳しいんで、日本棋院の YouTube 戦略、ネットでの戦略、どういうふうにやるかってね、本当にこれは分かる方にいっぱいアイデアいただきたいなとか思いますね。まあ、コメント欄にもし書いていただけたら嬉しいです。変えていかなければいけない、伸びしろしかないというところですねはい。今日は、春休みのね、最終なのかな、水曜日ですよね。水曜日がね、もともと一番結構忙しい日、ハードな日なんですけど、さらにね、春休みで来る生徒がいると。10時から夜9時まで私は、ほとんど抜ける間もなく頑張りますけど、もう本当に道場にいるだけで消耗、もうぐったりと疲れてくる感じで、なんとか元気を出さなきゃな。体力、本当に体力勝負ですね、囲碁の指導もですね。そんなに付きっきりで教えるというわけではない、もうそんなに体力がもう本当持たないんですけど、場をね、場の空気やっぱ維持するためにはある程度、まあ、圧を出すと、静かな圧を出すという感じで、緊張感のある場にしたいんで、あんまりそう
集中しやすい静かな環境、プロがそこで、今私の道場ね、そうだ、ちょっとだけ、リーグ戦をやってて、プロの私のまあ割と親しい、近くに住んでるような方で親しいプロたちに声をかけて7、8人かな参加してもらって、院生たちも入れてリーグ戦をやる、全部高い戦ですね、もちろんリーグ戦をやるというようなことをやっていて、私の道場で、打つんですよ。それを打ってる間に小さい子も来るんで、彼らがもうぷちゃくちゃうるさいような環境だったらそれはもうありえない。プロの対局室とに近いような静かさで、道場を維持するということですね。そのプロの打つ姿を見て、あ、こんなに一曲が長い、こんなに、音が全くしないみたいな、この集中してる顔を見るだけでもすごく与えるものが、ちびちゃんたちに与えるものがあると思うんですね。そうですね、まあそのさっきの話と重ねて言えば、プロ棋士、トップ棋士たちが考えている姿、対局している姿っていうのは本当に美しいと思うんですね。その取り組みの姿、ありようっていうのは本当に美しいなって、まあ、私なんかはすごく見てても同業者として思うんで、これをまあ今日本のね、多くの方に見てもらう、たくさんあるコンテンツの中でなかなかね上位の方にはいけないわけですけども、本当に価値はあると思っていて、未来これから成長していく子どもたちにそれを伝えて、真剣に取り組むってこういうことなんだ、一生懸命全力で考えるってこういうことなんだっていうのを伝えていきたいなって思っているんですけど、とにかく今日は、ということで10時からまた一日頑張ります。皆さんも、お仕事あるんでしょうけども、一日楽しくお過ごしください。ありがとうございました。